んは。今週も土曜の夜がやってきました。大沢桃子です。皆さんお元気でしたか？はい、ということで、皆さんの声が、今週も聞こえてきそうですけれども、いかがお過ごしでしたか？おかわりないですか？体調など崩してないでしょうか？私も体調万全にと、今すっごい気合を入れているところです。なぜなら、そうなんですよ、この後、もうね、新曲がね、今月です。5月23日、新曲、椿の咲く港、発売させていただきます。数えてみたら、18枚目なんですね。シングル曲としては、そう、18枚目というね、もう本当にね、ただただもう本当夢に向かって頑張れる感謝ですけれども、5月23日発売の15周年記念曲、椿の咲く港、頑張ります。ぜひともぜひとも皆さんに応援していただきたいなと心からを願っています。そして、今週も最後まで番組お付き合いのほどよろしくお願いいたします。今年開局したばかりのネットテレビ、フレッシュアートハートチャンネル、通称アーチャ。毎週土曜夜9時は私、大沢桃子が担当させていただいてます。大沢桃子チャンネル、通称桃ちゃんという感じで、お送りしてますが、皆さんも覚えていただけましたか？そう、なんだかんだってね、もう、そうなんですよ。5ヶ月、番組の方も立ってますからね、そろそろ慣れてきたんじゃないかなと思いながら、毎回なんか、ドタバタしながら、でものんびりゆったり、お送りしておりますけれども、ではでは、なんといってもね、この時間たっぷりも自分のことを話したり、あるいはふるさとのことを話したりしてますが、もちろん今回もそんな感じの流れでいきたいと思います。ちなみになんですけども、前に紹介させていただいたの覚えてますか？そう、15周年で新しいキャラクターができましたっていうことで、そう、うちのコンサートの照明スタッフのね、チーフさんがね、書いた、これね、私の新キャラクター、似顔絵なんですけど、権現様のね、これ光っちゃってますけど、光ってないです。袋に入ってるから光ってますけど、これね、出ました！発売中です！会場などで見かけたらぜひお求めください。ちなみに、そういうのももちゃんも使ってるのと言われると困るので使ってます。こっちが使ってだいぶ年季入ってきた方の、これバッグに入れて携帯拭いたり、ね、メガネの方はね、メガネ拭いていただいたり、すごいこう、畳んでぺったんこになるので、持ち運びも便利ですので、なんか通販のショッピングみたいになりましたけど、これね、お値段も気になるでしょ？ 500 円ですので、このグッズの500円は、ふるさとのね、支援金として、教育委員会を通して、桜並木プロジェクトということで、ふるさとの、私のなんですけれどもね、母校の小学校と中学校、震災の後、昨年ね、やっと学校が開校して、その校舎のその校庭ですとか、そこに続く道に桜並木を、作ろうということで、そんな、費用に使わせていただいてます。ちなみに、買える？どうやって買える？あ、そうそう、どこで？
どんなカエルって別にぴょんぴょんするカエルじゃない。今ちょっとやりとりがスタッフの皆さんとありまして。そっちのカエルじゃないか。どこでカエルのっていうお求めの話ね。私なんでカエルの話するんだろうと思って。これはイベント会場で売ってます。例えば新曲キャンペーンでも、まあ、その時々によりますけれどもね、会場で売ってる場合が多くありますので、あとうちの事務所に問い合わせていただければね、お求めできますので、そんなわけで、また今年もね、9月にふるさとでコンサートがありますので、その時に、皆さんからこうした支援グッズの売上金をね、教育委員会の方に、ふるさとの方に届けてこようと思っています。引き続きこちらの方のね、支援活動にも、また私の新曲もそうですけども、また、こうした活動にも皆さんから温かい心を寄せていただけたら、嬉しく思います。というところで、そう、新曲のお話、今回はさせていただいていいですか？はい、ということで、なんかいいって言われた気がするので、しちゃいますけど、新曲といえば、レコーディングももちろんです。曲作ります。まあ、曲作る前には、私、ディレクターさんがね、田島さんって言うんですけど、あれ、田島さん、宍戸さんもそうですよね。そう、歌ってからでしょうのね、担当の宍戸まさるさんも同じ徳間ジャパンのレコード会社で、担当ディレクターご一緒なんですよ。田島美穂さんというね、女性ディレクターってこの業界でも珍しいんですよね。演歌歌謡曲班でも多分全体各レコード会社見渡しても多分3人くらいしかいらっしゃらないと思うんですけど、田島さん、私にとってはお姉ちゃん的存在なんですけども、田島さんも独身なんですよ。かっこいいキャリアウーマンみたいな。かっこいいって思いますけど、でもほんと、お酒強くて、ちょっとなんか、おじさん入ってる感じもしないもんないですが、田島さんごめんなさい。いや、結構ね、ビシバシね、言いたいことパッて言ってくれるんで、かっこいいなと思って、たまに親父みたいだなと思う時もあるんですけど、そんな頼りになるお姉ちゃん的存在の田島ディレクターと、まあ、こういろいろやりとりしながら曲仕上げていきます。レコーディングあります。で、それが終わると、もろもろ、撮影が今度始まります。最初はね、大体もう、皆さんそうでしょうけど、ジャケット撮影っていうのがあるんですよね。いわゆる CD のジャケット、こういった感じで。あ、ジャケット持ってくるの忘れちゃった多分この辺に出してもらえるのかな忘れちゃった感じになったとこ。そう。その今回のジャケットは、なんと、15周年なんで、すごい嬉しい計らいで、いつも都内の、東京の中の、まあ、いろんなところのスタジオで撮るんですけど、今回はスタジオといっても、熱海まで行きました。すごくないですか？わざわざ熱海まで行くっていうね。で、熱海のすごいね、いいスタジオでした。なんか、ちょっとこう、丘の上にあって、こう、海が見渡せるような感じで、そう。でね、なんか、白い建物でね、で、そのスタジオの中でカメラマンさんに来てもらって撮影して、で、出来上がった今回のジャケットなんですけど、出来上がってるやつは室内で撮ってあるやつなんですけども、ただ中開けていただくと、その中にもね、CD の中にももう一枚写真が入ってます。そこは、ちょっとこう、外のね、風景が見える感じになってますけども、その熱海のスタジオで撮って、写真が今回のジャケットになりつつ、また色紙なんかにもね、色紙の中にある写真ですね、そこにも使用されて、ポスターも出来上がって、でそうすると今度は、ミュージックビデオの撮影があります。プロモーションビデオですね。カラオケ屋さんに行くと、発売後私の曲を歌うと、画面に私が出てきて、それを見ながらぜひ皆さんに歌っていただきたいということで、ぜひとも発売に本人映像というところでね、入っておりますので、でそのミュージックビデオはふるさとで撮影しました。岩手県大船渡、現地でふるさとでの撮影ということで、今回の撮影でお世話になった方は、岩手県の、カメラマンさんの方がで、ね、撮影したんですけれども、でね、当日、3月の20日だったんですよ、撮影したのがね。だからまだ、3月とは言っても、ちょっとまだ、なんか岩手は肌寒いかなっていう、確かに朝晩ストーブ欲しいなっていう感じのね、時だったんですけども、おかげさまで当日はすごい天気良かったんですよ。もうなんか三陸海岸の海がもう綺麗にキラ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 している、そんな感じの日で、でね、
ただね、花粉もすっごい飛んでたんですよね。だから私、くしゃみしないように、我慢しようとか思いながらもね、その、こう、気合の入れ方もありながらの、最高のロケ日和の天気の中で撮影しました。で、その撮影はね、今回歌の歌詞の中に出てくる、その、場所をメインに行こうと思って、歌の中にはね、一番には、夢を浮かべた珊瑚島っていう歌詞が出てくるんですけど、その珊瑚島、なんかこう名前聞いただけでも、どんな島なのってね、想像しません？なんか、南の島みたいな感じしますけど、南じゃないです。大船渡にある島なんですけど、珊瑚島は、大船渡湾ってこう入り江になってまして、大船渡湾に、こう何個か島あるんですけども、ちょうど湾の真ん中にある感じのね、島なんですけど、私自身としては、この珊瑚島、やっぱり通学路、こう中学校とかに行くとき、こう自転車で行った、その海沿いの、こうね、スクールゾーンをこう自転車で走っていると、こう珊瑚島が見えてみたいな、だから子供の頃から見ていた島なんですよね。もちろん人は住めるような大きさじゃなくてちっちゃい島なんですけども、その珊瑚島も、ドローンで、撮影していただきましたね。それからね、出てくるのはね、皆さんもここはね、知ってる知ってるって知ってる人は知ってると思うんですよ。以前、恋し浜っていう曲も発売してたのでね、その恋し浜っていうのも今回、3番の中に、3番じゃない、2番でした。自分で書いといて。2番のところに出てくるんですけど、恋し浜。今回は、祈る月夜の恋し浜という、言葉を書いたので、ちょっと夕方のシーンで行ってきました。ちょっとね、日が暮れるの6時くらいの時間帯を待って行ってきてね。で、三陸鉄道南リアス線の駅なんですよね。駅の名前が恋し浜。で、そこはこう、ちょうどね、港になってますので、なので、鉄道の三陸、その恋し浜に佇む私と、あとこう、月がありながら、そしてまた恋し浜のところも上空から撮影した映像もありながら、そして、今回メインとなって多く登場するシーンは、3番のところに出てくるんですけれどもね、碁石崎というね、碁石海岸という海岸が6キロくらいの長さにわたってあるんですけれども、碁石海岸とね、碁石ってね、碁石って書くんですよ。そのままなんですけども、そう、碁石の盤みたいにコロコロ黒くて丸いんですよ。なんか、波にもまれて、角が取れて、こう丸く、まるで碁石のようになっていることから、碁石海岸って呼ばれるんですけど、本当にね、丸い黒いね、石がね、コロ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 あるんですよね。そこのとこでも撮影して、あとはその碁石岬の展望台、ちょうど海にせり出したようなところにあるんですよ。ここ綺麗ですよ、本当に。ぜひ皆さんに訪れていただきたい。うん、本当に綺麗なんですよね。で、そこでも撮影しました。いやー、よかったですね、あそこ。ちょうどお日様が出ていたんで、ちょうどそこだけはなんかポカポカして、なんか映像だけ見ると、初夏っていうか夏の雰囲気も漂う、そんな感じにね、映ってると思うんですけど、そこでもね、撮影して、そこには、灯台があるんですけども、碁石崎灯台という、これ、日本の恋する灯台という中の一つにも選ばれているんですけども、この、あと、アナトーシーソっていう名称も出てきますけど、何よりも、その、碁石崎から見るそのリアス海岸ね、何がすごいかっていうと、右と左とで見える、その、海の、模様というのが違うんですよ。海の表情が違うんですよ。不思議なんですよね、これ。ちょうど海に向かって、こう歩いて行って、灯台を通り抜けて、展望台に行きました。碁石岬に。そうすると、ちょうどこっち側ってどっち？左だ。左のここを見ると、波がこう、切り立ったね、岩肌に、バーンとぶつかって、ファーッとこう潮吹くくらい、荒々しい、こう、なんていうの、人生で言えばこう荒波がドーンと来てっていうね、波がドーンっていう感じなんですよ。かと思って、こっち？右？右を見ると、嘘でしょって思うくらいに今度はね、穏やかな、なんならなんかこう、泡がこう、
何っていうの、そのコバルトブルーの海に対して泡がシュワシュワシュワってなってて、いやすごい美味しそう、食べたいって思うくらいに、なんかラムネとかあるじゃないですか、こうシャカシャカ振るとこう泡、なんかああいう感じの、なんかラムネソーダじゃないですけど、そんな感じの、まあ、本当にね、見える景色、織りなす景色がもう多様なので、本当にね、一口に三陸海岸とは言っても、その小石岬に立つと、こういろんな表情が見て取れる。ここも楽しむ一つのポイントかなと思います。ぜひとも皆さんに実際に行って足を運んでもらいたいです。ちょうどね、お散歩コースにもなってます。なんかね、海と椿を巡るコースとかなってるんですよ。そうで、そのコースの中に世界の椿館っていうところがあるんですけども、小石海岸に、ここでも撮影しました。うん、なんと世界13カ国から600種類を超える椿を一堂に集めて育てて展示しているというところなんですけど、私が行ったその3月はちょうど椿祭りを開催していた時で、一番の最盛期だったんですよね。本当にね、なんかこんな椿もあるのか、それこそ江戸の時代にね、いろいろ開発された椿から、アメリカの椿はこんなに大胆なのとか、本当にいろんな椿が見えるんですけど、そこでも撮影したし、あとね、あそこも行ったんですよ。大船渡の、今町ね、復興の途中で、こう町が今いろいろ建設、埋め立てして、町をかさ上げして商店街ができて、そんな出来上がった大船渡夢商店街というのが、今出来上がっていてね、これからどんどんまた増えていきますけど、その夢商店街もちょっとこう撮影したりして、カモメの卵の、去年ねオープンしたカモメテラスというところも映ってますけども、そんなわけで、 あとね結婚式場もね、オープンしてね、綺麗なね、マルシチ会館というところでも、今回撮影させてもらって、ちなみにこのマルシチ会館は銀座にもお店あるんですよね。銀座に、大船渡マルシチというね、大船渡の海の食材が召し上がれるとこで、私も行ってきたことあるんですけど、そんなことで、今回は私のプロモーションビデオでもありますけども、大船渡の観光ビデオみたいな感じにもなっているので、すごくね、私だけが出てくるよりは、きっとこう、いろいろ楽しめるので、映像を見ながらカラオケ楽しんでいただくと、すごくね、なんか楽しみがこう、2倍、3倍でいろんな角度から、見て楽しめる、歌って楽しめるんじゃないかな、というふうに、思う仕上がりになりました。なんか熱く語ってしまいましたけれども、いいんです、自分の番組なので OK ということで、ではでは CM の後は歌の方をお楽しみいただきたいと思います。
ご覧くださってますでしょうか。毎月1日に更新されてます。2021年もももかドゥ、ぜひご覧ください。笛吹きももかでした。騒動が収束して皆さんと笑顔いっぱいで会えますように、そう願いながら、じゃあ乾杯しましょう。せーの、乾杯。生田の宮
さんいかがだったでしょうか。お楽しみいただけましたか。さあそれでは皆さんから番組宛てにメッセージとかね、いろいろ質問とかもいただいてるんですけど、やっぱいろいろこうバーっと今すごいたくさん、なんか長かったり短かったり長かったりたくさんありますけども、あの一番多いのがなんか岩手弁講座、そう勉強になります、とても勉強になりますとかね、あの岩手さん、早知根さん、いろんな山もんあるんですね、なんかいろいろ書いてますよね。その中にね、私が紹介したり番組の中でね、そのものを要するにお取り寄せをしてくださったっていうことでね、覚えてます？あの麺にあの小豆絡んでるやつ、あのスイーツだかそれとも主食なんだかっていう中途半端な感じなのにしみじみして美味しいんですって言ったやつを取り寄せてくださったんですね。ぜひまたいろいろね興味持ってもらえると私も嬉しいし、ふるさとの皆さんも嬉しいだろうなって思いますけどもね。美味しかったでしょうか、いかがだったでしょうか。なわけで皆さんがねそんなに期待してくださってるんだったらと思ってまた持ってきちゃったこれこの間さ行った時に買ってきたんだけど、これなんだと思いますってか書いてるんですけど、おつまみ板昆布って書いてますね。これね、私あのよく高田に陸前高田、大船渡のすぐお隣の町でね、千正夫先輩のふるさとですからね、千さん、高田の竹駒町というねところ、その陸前高田に行くとこれ売ってるんですけど、これ昆布でかくないですか、50センチって言われてるんですけどね。すごい、もう、なんか書いてあるよ、いろいろ。そう。このね、昆布がね、すっごい後低いんですよ。どれくらい大きいか、ちょっと光ってて見えないですよね。開けてみましょうか。これね、じゃあちょっと開けてみますね。ここに切り口ついてるから、ここで昆布切っちゃうといけないよね。長さが短くなっちゃう。ちょっと待っててね。出ました。ではおつまみ板昆布の全貌を皆さんにご覧いただきたいと思います。出てきた。はい、いきますよ。このぐらいあるんですね。ね、全然切れ目が入ってないから食べるとき自分で切る感じになってるんですけども、これがね、あーすごい、なんか美味しい匂いがしますけども、あ、全然手に持ってもベタベタしない。なんか、なんかもう、まあ、私は結構食べてるから知ってるんですけど、すごい改めて、なんかこれ持つと、なんかいろんなもの包めそうな気がしますけど、このおつまみ板昆布、手でちぎって食べるんですけどもね、これがね、結構ね、あと引くんですよ。ちっちゃい、お子さんでもね、こう、子供たちでも、ついてる。これね、あのね、味ついてるんだよ、なんかで。書いてあるけど、そう、湯通しして、そう、塩がしてあって、あと調味料でこう味付けしてある感じなんですよね。ほんとこのまま、結構さ、なんか、こういう昆布とかで、硬いのとありますよね。で、口の中に入れてて、だん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 こう、シワ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 みたいな。これは本当にね、最初からもう、このままこうちぎってこう、食べれる感じなんですよね。食べていいのかな？お茶欲しいなって、あ、ここに水あって、こう、あ、でもできたらお茶とかなんかお酒飲む人ね、おつまみ、うん、全然ちょうどいい、もう全然このままご飯食べられそうな感じですよ。なんかね、あの酸っぱかったりするやつとしょっぱいやつあるじゃないですか。そうじゃないの、本当にちょうどいい、もうそのまんま、もう本当にこのまんま、なんかうん、とにかくこのままで大丈夫。すごくね、優しい感じの味付けになってます。で、口の中に入れても、すごいそんなに長くなくこう、溶けていく感じでね。すごくね、硬いの苦手だなって思う人でも大丈夫な感じのおつまみ昆布に仕上がってます。こちらね、お値段ね、420円とかそのくらい。アンテナショップなんかにも、東京だったら銀河プラザとか、そういうところでも売ってますので、ぜひ皆さん、気になるこの50センチの長さのあるという、陸前高田のね、おつまみ板昆布、ぜひ、
お土産に、またおつまみに食べていただきたいなと。それからね、私ね、もう一個紹介していいですか？買ってきたの、この間。ガサガサ言うけど。これね、太郎の手作り懐かしい味、かりんとうっていうね。あ、かりんとうだったらどこにでもあるじゃんとかそういうの思いますけど、味は普通にかりんとうなんですけど、これね、何があってね、私子供の頃、これがなんか、ばあちゃん家に行ったりとかしてあると、すげえ、ああやったーとかって思って、すっごいなんか、嬉しかったの。なんで嬉しいかっていうと、ちょっと開けてみるとわかるんですけど、また開けるのかい。大丈夫ですよ。これ後で食べますからね。あ、こうやって開きづらいからこっちから開けますね。これね、もうね、なんかね、子供はね、喜ぶの。遊びたくなるんですよ。まあ食べ物で遊ぶっていうのはね、変なあれですけどもね。これがね、実は、こういう感じになってるの。だから、これを、こうやって持って、こうやってやって、あー、こんなになっちゃった、みたいなやつで、耳大きくなっちゃった、みたいなやつで、遊びたくなるんですよ、これが。これ、かりんとうなの。面白いでしょ？耳みたいでしょ？これね、あれなんですよ。全部こう、みんなこういうね、わかるかな？こんな。かりんとう、これね、なんかこういうデザインなの。こうやって、さあ、これこうやっちゃって、こうやってやったらほら耳みたいじゃない？ねえ。でしょ？へへへ。ああ、とか言って。これ、絶対なんかね、なんか食べる前に楽しくなるんですよね。これ、味がね、確か黒糖なんですよ、そう。黒糖がまたね、いい感じのね、風味を出してくれるんですよね。そう。渦巻きかりんとう。まあ、そのままですけどね。渦巻きかりんとう、そう。創業大正12年より作られておりっていうね。太郎っていうのは、岩手県の、宮古市太郎地区というね、震災の時に本当に大きなね、被害を受けた地域なんですけどもね、町なんですけれども、その後再建して、このかりんとうさん。もうね、特徴は何と言っても、この太郎のかりんとうっていうと、この渦巻きのこの形なんですよね。そう、ここにも書いてありますけれども、三陸のね、最初の時のね、その、なんか、地理地震津波とかでもね、やっぱり沿岸地域大きい被害を受けて、でも今回の東日本大震災で、やっぱここにも書いてますけど、やっぱ壊滅状態にあった中で、伝統の、やっぱりこのかりんとうのね、懐かしい、この優しい味をね、守っていこうということで、また再建されて、今も販売されてますけど、ぜひぜひね、皆さんに、これね、なんかお茶受けにすっごい合うんですよ。あと引いちゃうんですよ。ぜひぜひね、皆さんにね、召し上がっていただきたいなと思います。今こういったグッズ、アンテナショップもそうですけども、ネットでお取り寄せもね、できますのでね、ぜひ、美味しいですから。皆さんのお茶菓子に召し上がって。ちなみに、そう、アンテナショップ、東京だと、銀河プラザと言って、歌舞伎座ありますよね。だから、東銀座、一番近い駅だとね、東銀座の、私よく行くんで知ってるんですけども、A6 番というとこ出てくるとあるんですけども、歌舞伎座の真向かいです。真向かいにありますので、とてもわかりやすい場所にありますのでね、そちらの方に、その銀河プラザ、結構私行きますけど、買い物、いろんな県内の、名産品、特産品、ね、アンテナショップだから売ってるんですけど、他にも、入り口入ってすぐのところに、結構ね、ウニ弁当とか、そう、普段こっちで買えないやつ、こっちで買えないやつっていう言い方もあれですけど、地元でないと食べられないような、そういったお弁当も売ってたりとか、あとね、その、入って左だよね。左側のコーナーには、毎回ね、月ごとに、市町村で持ち回りで、いろんな、イベントでやってますので、その地域の特産品を岩手県内の中でも、
市町村交代でね、いろいろやってますので、行くと毎回ね、様々なご趣向を凝らしているので、ぜひともまたね、歌舞伎座真向かいにありますので、お立ち寄りいただきたいなと思います。うん。なんかいい匂いしてきて、この後みんなで食べましょうね、と言いながら、片付けないでこの辺りに置いておくという感じなんですけれども。さあ、これを言っていると、そろそろね、なんか気になってきた方もいらっしゃると思いますけど、ああ、あのコーナーまだ来ないのかなって、さっきね、あのメッセージの中にもね、今回本当に岩手弁講座勉強になりますとか、いろいろ書いてあって、私も、そんな勉強になるかなとか思いながら、思っておりますが、じゃあ参りましょう。もうこの岩手弁講座のコーナーです。今回はですね、これからの季節、まあ今5月、まあ間もなく6月ですけれども、6月っていうと、はい、どんな季節ですか？そうです。梅雨の季節ということで、そう、梅雨といえば、ジメジメしますよね。そのジメジメしてきた時に、一番心配するの皆さん何ですか？やっぱり結構その湿気によって、まあ、お洗濯の生乾きとかもあるかもわからないですけど、食べ物もやっぱ気をつけたいですよね。やっぱこうしてね、食べ物美味しく安全に食べたいので、そうなってくると、こう食べ物がこう傷むのも早くなんないですか？ね。それで、私東京に出てきた時に、居酒屋さん、その行った時にね、あのお友達とね、あの豆腐サラダ注文したんですよね。うん。で、それで出てきて、でちょっとこう匂いを嗅いだらちょっとんって思っちゃったんですよ。でみんなにどうした、うん、ちょっとあれだよねみたいな感じでお店の人にでもちょっと申し訳ないけどでも言った方がいいよねみたいな感じですいませんって呼んですいませんこの豆腐ちょっと飴出ると思うんですけどみたいな飴出ると思うんですけどって言ったらはいみたいな感じで言われてあ飴出ると思うんですけどっていうのが通じなかったんですよ。その時方言だっていうのを気づいたんですけども、そうなんです。皆さん、この飴る、飴出る、まあ、飴出るって実際なまってますけど、飴出るっていうから私は標準語で飴出るんじゃないですかって言ったんですけど、そもそもそれ自体が違うみたいな感じだったんですけど、飴るというのはちょっと傷んでるみたいな感じの意味なんですよね。ちょっと腐ってるみたいな感じの意味なんですよ。ねえ、分かっていただけました？そう、だから結構ね、岩手に行くと、この匂い、この時期感で、あ、これ飴でないわな、とか言ってやっておりますけれどもね、結構どうでしょう、あの、説明聞いたら分かっていただけたんじゃないかなと思いますけれども、皆さんこの時期ね、ジメジメにはこれからの梅雨の時期気をつけていただいて、匂いを嗅んで、ちょっとおかしいなと思ったら、これ、雨出るよっていう風に言っていただけたらいいんじゃないかなと思います。勉強になったでしょうか？歩いて山越え谷を越え通った学校へ過ぎた昭和の思い出話だよ。いかがだったでしょうか？第10回目のオーサム向こうチャンネル、お楽しみいただけましたか？気がついたら10回ね、10回ね、そうですよね、5×2、どういう10ですよね。わーと思いながら、嬉しく嬉しく思いながらお届けしておりますけれども、うん、なんといっても5月23日には私15周年記念曲椿の咲く港を発売させていただきますので、ぜひね、発売と同時に、まあ実際には前日から、レコード店さんでのキャンペーンがスタートします。そしてまた、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。皆さんの近況とか、あとなんか、こんな風に今、なんか、ハマってることがあるんだけど、とか、こんな悩みとかあるんだけど、とか、なんかいろいろ何でもいいんです。また私への質問でもいいです。今回はね、お取り寄せもしてますよっていうね、そんな、嬉しい情報もいただきましたら、何でも結構ですので、宛先は郵便番号 336-0018、さいたま市南区南本町 1-3-1、アートハートチャンネルまで、そしてまた、アートハート、このホームページ、番組のホームページですね、ここからも投稿できますので、皆さんの、声をたく
くさんお待ちしています。今日は番組をお送りしながら、昆布とかかりんとうとか広げておりますけれども、すごい今ね、なんかいい匂いしてるんですよね。この後みんなでお茶したいなと思っていますけれども、ぜひぜひね、またこの後も番組の方、皆さんお付き合いのほど、またフォローのところをポチッとか押していただいて、みんなで盛り上げてまいりましょう。この時間は演歌歌手、私大沢桃子がお送りしました。ではまた来週見てくださいね。すっごいいい匂いしてる。食べたい。明日は